解決済みよ。もうこの体も限界だし、奥の手を見せてあげる。私がこうなっちゃったのも全部詩人田くんが悪いんだからね。いいわ、完全に支配できる。眠っていなさい、よい子ちゃんのなる。ここまでは完璧よ、ナルエ。戦火圏の生き残りはみんな知人田くんがやっつけてくれたし、大きなナルエの体ももうすぐ私のものになる。あとは苦しそうね、ナルエさん。それも当然だけど、クローンの寿命は短いのに、調子に乗って力を使いすぎたのね。どんなに調整をしても無駄。あなたはもう寿命なのよ。私、消えられない。だって、私が消えたら詩人田くんが悲しいじゃん。彼は悲しまないわ。だって、あなたが消えても、大きくなる絵は、そこにいるんだもの。わかっているでしょ？あなたは最後まで、本物の代わりに過ぎない。その役もとっくに終わっているんだし、そろそろ消えてくれないかしら。ようやく本音が出たわね、会長さん。そうですよね。私が本物になる前に、ナルエを私たちを利用した。
あなたとの決着をつけないといけませんよね。まだ動けるとは驚きね。人間の愛情の底力というものかしら。もう笑われた。本当だね。そうね。はあ、これだ。この程度準備運動にもならない。Thank you.
全然効果ないわね。巨大化薬なんて言うから試してみたのに。何よ、ちょっとしたお茶目じゃない。部長も最後には大きくなったんだし、私もこれでお揃いねとか思っただけよ。もう笑
敵は切って捨てるのみ。そうね。こんなもの。いけ。
何分。会長さんには私の縮小年波は通じなかったけど、直接体液を飲ませちゃえば効果大ですよね。おまけに今の私ったら絶好調だし、完全に会長さんを圧倒してるからもう逃げられませんよ。一番してほしくないことをしてあげます。ほーら、会長さん、小さくなっちゃえ。してくれるのは嬉しいけど、もう縮んだくんなんかどうでもいいの。
んなに大切にしてあげたのに、私を裏切った人なんていらない。いいえ、そもそも誰一人としていらないわ。私を化け物扱いした奴らなんてみんなまとめて小さくして、この世界は私だけのおもちゃになるのよ。はあ、あんた一人でそんなことできるわけないじゃない。偉大な部長になってできなかったんだから。そもそもクローンは長生きできないわ。あんたにできるのはせいぜいそこの知人らをおもちゃにするくらいでしょ。いいわよ、それぐらいなら許してあげるから。好きにしたら。あ、でもやっぱりなし。むざむざあんたの好きにさせるのも尺に触るし、もったいないし。知人らを踏みつぶすのは私なんだし、部長の意志を継いで新世界を作るのは私よ。あんたみたいな失敗作はここで廃棄処分にしてあげる。それはどうかしら。部長さんは衛星から縮小電波を送ろうとしたけど、私は違うわ。もっと確かな、それでいて大きな手段があるのよ。へえ、大きく出たじゃない。聞いてあげるから言ってみなさいよ。わかりませんか。会長さんに協力していたのは遊びじゃないんです。ここで眠っている大きな私、本物のナルエの体を使えばいくらでも縮小ホルモンを生成できるんです。それをここから海に流したらどうなると思います。時間こそかかるけど、誰にも止められない環境変化だってわかりますよね。いいけど、わかってるの。地球上すべての水質に縮小液が溶け込んだら、人間だけじゃない、地球そのものが小さくなるのよ。素敵じゃないですか。部長さんは人間だけを小さくしようとしたけど、私は自分以外すべてを小さくできる。どう？スケールの違いがわかりましたか？その問題も解決済みよ。もうこの体も限界だし、奥の手を見せてあげる。私がこうなっちゃったのも全部詩人田くんが悪いんだからね。いいわ、完全に支配できる。眠っていなさい、良い子ちゃんのなる。あいつ、そうか、大きくなるえの体を生きた宇宙船、自分を守る外装として使う気なのね。バカ、下がりなさい。あれは別物よ、完全に乗っ取られたわ。県のナーゲン2ね、理解が早く助かる。悪の心が主導権を握るとか、古典もいいところだわ。ほら、いいから逃げる。ここにいたら握りつぶされるわよ。なんて可愛いこと言うんですね、副部長さん。今の私から逃げることにできると思ってるんです。なんなのよこのパワー。艦長のやつ、調整するとか言っていらないパワーアップをさせちゃったわけ。よっ。
もらう。ここまで力の差があるとしらけに。もうあなたたちが同じ星の生き物たちは見えなくなりました。私は勘違いしていました。縮小人間を相手にするのと巨人になって人間を見下ろすのって同じじゃないですか。生き物の一つグレードが上がった感じです。だとこの風、私にだけ吹いてきている。吹き飛ばされる。知人だけは動かない。そもそも副部長さんには風が強すぎて近づけないでしょう。そんな、あいつただ呼吸しているだけよ。口を細めて息を吹いているんじゃないのに。ダメ、もう持たない。知人だ、助け。今の見ました、知人だくん。ちょっとだけ副部長さんを意識しただけなのにゴミみたいに飛んでいっちゃいました。本当だ、大きな最大。この力を嫌がってたら以前の私はどうかしていたとしか思えないです。この体があれば何だってできるのに。ちっぽけな人間たちの顔色を伺っていたなんて笑い話を通り越して本気で怖いです。そうでしょ、アリンコを怖がるとは被害妄想にも程がある。いや、この体は私が使うのが正しいんです。もう誰も私を否定させたりしませんか。身の程をわきまえないミスケラたちに私の方を嫌ってあげます。その結果がこれじゃない。いればよかったのに、あなたでさえ私を裏切った。だからいい、もう全部私のおもちゃにめちゃくちゃに壊してあげるんだ。私は会長さんとは違う。ダイヤの墓地なんてスケールが小さすぎる。私はこの地球ごと私の子宮の中に閉じ込めちゃいます。人類を巻き込んで自殺する気か、あの女。このカプセルも用心よ。壊してしまうのは簡単だけど、いい収納も思いついたわ。私がその気になれば何だってできること。よく見て絶望します。哀れな虫けらさんたち、カプセルの宝石を小さくなーれ。見てくれた、縮んだ国。あれだけ大きかったカプセルの宝石をミクロン単位まで縮めちゃった。私は自由。もう誰も私には逆らえない。私はこんなにも大きくて、あなたたちが好きなサイズの虫けらにできる絶対次第。たまらない、知人たち。体が壊れて今にもいっちゃいそう。これ思うままに待ち
私のおもちゃもできるかと見ようと。始末に終え、もうああなったらただの人食い巨人だぞ。縮んだ Thank you.
30分だけの巨大化とはね、せっこいったらないわ。でもまだ体に妙な感覚が残ってるのよね。鍛えれば自分のものにできるかな。そこの女と一緒にしないで。私は元の大きさに戻ったんじゃなくて、また虫けらサイズに縮んだだけよ。少し休めば今度こそ本来の大きさに戻ってみせるわ。当たり前でしょ。一時的にしろ、元に戻ったことで私の封印は解けたのよ。これからは巨神としてやっていくけど、まあしばらくは充電期間ね。厄介な人間がいることも分かったし、私と同格の巨人がそこで眠っているし、今すぐ争うのは得策じゃないでしょ。何かっこつけてるんだか。勝ち目がないから引きこもるってことでしょ。田舎者は田舎者らしく、島で王様気取ってれば。本当に品のない知人だ。友人は選びなさい。はあ？何言ってんの？私がそいつと友達なわけないじゃない。知人だなんて、ただのチビ虫よ、チビ虫。そう、ならよかった。ただの三下だったのね。早くは早くらしく、早々にやられてしまいなさい。あんた本気でムカつくわね。ここで決着つける。そうしたいのは山々だけど、東の空を見たら、自衛隊と警察がセットでやってきているのよ。あれだけの戦いをしたんだから当然だけど。やば、島を包囲されたら逃げられない。私はいくらでも隠れ家があるけどね。あなた指名手配中なんでしょ。捕まったら今度こそおしまいなんじゃない。知人だの奴が目の前にいるのに。命拾いしたわね、知人だ。今回は見逃してあげるけど、次に私たちが動くときこそ部長の仇討ちよ。その時をビクビクしながら待ってなさい。この上から目線、絶対後悔させてやるんだから。じゃあね、こんな島ともおさらばよ。鉄仮面、これ以上そいつと一緒にいるなら本気で裏切り者として扱うからね。そうだった。腐っても私は四天王、そちらに組みすることはできない。お前の借りはまだ返しきれていないが、それはいずれ倍にして返してやろう。さて、私も雲隠れするわ。ナレーさんの体は万全よ。調整中、体の歪みも直しておいてあげたから安心なさい。呆れた。気づいていなかったの？人間が巨大化するなんて無理があるに決まっているでしょう。心臓も血管も骨格もガタガタだったのよ。あんな体でいたら些細なことでさえストレスになる。それを巨人として調整してあげたから、これからはもっと気軽にあなたたちと暮らしていけるでしょう。
甘い男ね。それじゃあさようなら。次に会うときは敵同士よ。ナレーさんが本当に暗黒面に落ちないよう、せいぜい気を使ってあげることね。
子は良い子ちゃんに私に命じて、おとなしく引っ込んでることにしましょう。家は大きいから、まだまだ迷惑をかけるけどね。その小さな家で、これからも守ってあげようね。落ちなさい。知人団置いていくのよ、ナルエ。あなたとの勝負は、その後につけてあげる。そんなのごめんです。もう、知人団くんってばどうしてこんなに大きな女。